皆様こんにちは。私、松浦機械製作所関東営業所の長谷川です。私は今、株式会社ライト製作所様の坂戸工場に来ております。ライト製作所様では主に自宅製品や自社製品の開発製造を行っており、ここ坂戸工場では半導体製造装置をはじめ光学機器のユニットや部品の生産が行われております。ライト製作所様は最先端のものづくりを行うために設備を整え、1947年の創業以来お客様のニーズに応え続けております。また今回はそんなライト製作所様に導入していただいた MAM72 シリーズをメインに松浦機についてお話を伺っていきたいと思っております。ライト製作所坂戸工場、角田工場長様にお話をお伺いさせていただきます。角田工場長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回ですね、 MAM72 シリーズをご購入に至りました動機と背景などを教えていただけたらと思うんですけども、よろしいでしょうか。はい、当社は数多くのお客さん向けのユニットを一貫生産しており、その部品の多くは社内で加工しております。そのためかつてより多品種少量の部品を無人で加工できるタパレット機、特に松浦さんの MAM72 シリーズを多用しており、当然の結果として MAM72 を今回購入させていただきました。弊社の MAM シリーズでですね、選定される際に最も重要視された点って何か教えていただけないでしょうか。はい、今回は小型のマシニングセンターの導入を計画しておりました。その中で多品種少量の生産が可能であるということでタパレット機であること、それから複雑な形状まで加工が可能ということで5軸の加工機であること、そして最後に社内で実績があり、すなわち長期間にわたって故障が少なく、またサポート体制が充実しているということで松浦様の MAM72 シリーズを選定いたしました。次になんですけども、 MAM72 シリーズを導入してどのような変化がございましたでしょうか。はい、まずですね、機械集約ができたということが挙げられます。MAM72-35V や 52V を導入することによって小スペース化や安定した部品供給を実現できました。具体的には MAM の導入によって旧型機の4台を1台に集約することができました。次に加工精度が安定している点が挙げられます。特急の高精度な加工案件が来た場合でも、具体的には同心同軸度100分の1ミクロの試作をいただいたのですが、MAM によって顧客納期にしっかりとミートしてお納めすることができました。 MAM72-35V の PC60 というオプションを選択されていると思うんですけども、何が決め手だったのか教えていただけますでしょうか。はい、当社の小型のマシニングセンターの加工では、削り出しや鋳物の加工などさまざまな加工品を扱っております。それらの加工を段取りレスに行うためにはタパレットの数が多く必要となり、 PC60 を選択させていただきました。現在 PC60 はさまざまな立ち上げを行っており、現在 90% 程度パレットは埋まっております。 MAM72 シリーズの投資回収についてはどのようにお考えになられてましたでしょうか。安定して稼働する MAM ですので、3、4年の回収を見込んでおりました。すでに 35V は導入から3年経っておりますので、その回収はすでに済んでおります。それ単体での金額的な回収は当然のことですが、それ以外にも小スペース化や計画生産への寄与など見えない効果も多数ありますので、投資効果としては非常に大きなものであると当社では考えております。多数の自動化オプション等を選択されていると思いますけども、御社ならではの運用の仕方というのを教えていただければと思います。はい、現在当工場では MAM72 シリーズをフルで活用させていただいております。実際平日は立ち上げやメンテナンスがなければほぼ24時間加工を続けておりますし、また土日についても金曜日の夕方着脱を行えば日曜日の昼ぐらいまでずっと加工してくれております。まあ、そういった運用をすることで1日に2、3回の着脱で加工し続けておりますので、現在 MAM72 にはほとんど手がかかっておりません。また MAM72 シリーズは5軸機ですので、複雑な加工の工程集約も行えますので、そういった意味でも省力化に大変貢献しております。 MAM72-52V のオペレーターでもございます前投げ様でお話をお伺いさせていただきたいと思います。前投げ様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。弊社 MAM72 シリーズお使いだと思いますけども、他社様との違いですとか松浦の優位点などを教えていただけたらありがたいんですけども、よろしくお願いいたします。はい、
ツール交換時間やパレット交換時間が早いところで、パレットの繰り返し交換精度も3ミクロンしか最大でも変わらないので、安定した加工を続けることができているということです。それではですね、MAM72 のですね、操作性などちょっと教えていただけたらと思うんですけども、はい、機械との接近性が良く、はい、立ち上げの際の寸法確認など作業者目線で見たときに非常に使い勝手がいい機械です。弊社のですね、特徴でもございますスケジュール運転の操作性などお聞かせ願いたいと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。はい、スケジュール運転ですが、はい、こちらのプログラムをドラッグでこのようにスライドして打つことによって、はいはい、簡単にスケジュール運転ができるところが、はい、いいところだと思っております。次にですね、MAM72 シリーズの今現在お使いの機械のですね、加工精度の点についてちょっと教えていただけたらと思うんですけど、よろしくお願いします。はいはい、削れやし部品で1ロット8本で曲がって方向約400ミリの総誤差 0.03 ミリ以内という部品がありました。はい、当初非常に精度が出るか心配で別途仕上げ工程を考えていたのですが、結果としては総誤差 0.01 ミリという非常にばらつきの少ない精度で仕上げることができました。 MAM7035V では、オプションで PC60 を選択されていると思うんですけども、その PC60 をどのようにご活用されているか教えていただけないでしょうか。ご軸バイス、精密バイス、スクロールチャックなど様々な加工方法ができるので多品種商業生産に適しています。また数が多いロットにも同じジグを複数搭載したりして量産をこなすことができるところは60パレットにして良かったと思っています。こちらの機械にはですね、自動化無人化を支援する多数のオプションが選択されていると思うんですけども、そちらのオプションについてお話をお聞かせ願いますでしょうか。はい、MAM72 では工具破損した時に機械を止めて教えてくれるので不良品を流動する事故はなくなりました。一つ一つの部品のサイクルは長くなりますが、夜間土日を無人で稼働させるには必須の機能だと思います。その他のオプション仕様で活用されているもの、他に活用されているものなどございましたら教えていただけますでしょうか。はい、弊社では530本ツールを搭載しているためアルミをメインに加工していますが、一度つけてしまえば刃物の交換が不要になっていろいろな材質のワークを削ることができています。段取りの削減にもつながっています。今後御社が注力していきたいことを教えていただけますでしょうか。はい、坂戸工場としては半導体関連装置の製造事業を担いながら、社長の掲げる強いものづくりを目指して事業転換を図っております。具体的にはクリーンルームを活用したより複雑で大型な装置組み立て事業や大型高精度な加工事業を注力していき、当社の掲げるものづくりで社会に貢献するという経営理念を追求していきたいと思っております。砂田工場長様、本日はどうもありがとうございました。今後もライト製作所様のためにご協力できることがありましたらいつでもご相談ください。本日は貴重なお時間誠にありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回ご協力いただきましたライト製作所様の詳細、またご紹介させていただきましたMAM72 シリーズの詳細は概要欄からご覧いただけます。それではご視聴ありがとうございました。